今回は1月17日の調整で魔改装された措置を紹介。計略は四季音で紫の味方を対象とした防護計略。以前は 7.7 カウント救援率 0.6 倍あったのが25カウント救援率 0.8 倍になったよ。 VER 2.0 で青に関連やミックスグループ8を持ちながら同じ四季音の全体防護を持って登場。一方ソチは武力ゴム特技でスペックも低く存在が起爆になってたし、ガラッと差別化して救済しようとしてくれてるのが嬉しいね。効果時間が伸びたことで四季あふれや渾身調整に使いやすくなったかな。一方で防御の軽減率 0.8 倍は強さを感じるのが難しいから少々工夫は必要そう。防御で粘り強くなるから兵力の少ない状態で本領発揮できる。身体とは相性良さそうに感じたよ。ここは大ミス、全部隊撤退させてゼノリッドを踏み倒してもよかった場面よね。こういったカードの使い込み不足が露呈しないようにしっかりカードと向き合いたい。流派発動。一の方拙者に任せよ。このわしが出よう。これが現実だ、受け入れろ。行くぞ。俺に戦場を。いや、行けれ。殺すよ。すぐに倒れてはいけないよ。じっくりと楽しまなきゃ。やいけれ。宇宙せえ。やいけれ。正しいものが破れる。奥の恐ろしさ、表の者たちに教えてくれよ。奥の恐ろしさ、表の者たちに教えてくれよ。さらば流派発動。二の方葵の門に誓おう。徳川がおさめし平和なる天下を。我が忠義は揺るがぬ。流派発動。見ろ方天気解放。天気解放。
点が殺しよ。僕は役立たずなんかじゃない。拙者に任せよ。行くぞ。そのまま強き力になる。うずせ！天が歪む。うずせ！これが現実だ。受け入れろ。正しいものが破れるか。殺しよ。出会いきれ。守り抜く。シャワー。権限様。殺しよ。殺しよ。うずせ！出会いぐれ！流派発動！三の肩！我こそ真の武士！松井五郎八郎宗信なれ！そりゃいけねえ。ならばその目で見極め。撃つよ。そりゃいけねえ。流派
ますよ。そりゃ生きて再び逃がさん。撃つよ。逃がさん。流派切れ発動。見ろ肩。そりゃ今川家に栄光あれ。逃がさん。体力には自信がある。もうダメだ。そりゃくそ、俺に戦場を。雑魚にたわけが。撃つよ。通じる。殿、ご指示を。すぐに倒れてはいけないよ。じっくりと楽しまなきゃ。ならば、その目で見極めよ。そりゃ強き欲は、そのまま強き力になる。我が忠義は揺るがぬ。撃つよ。電気解放。雑魚がうじゃうじゃ固まりやがってよ。そりゃ守り抜く。出会い切れ。防備を切り崩せ。無理。出会い切れ。戦機解放。流派発動。三の肩。やりきれ。撃つよ。そりゃならば、その目で見極める。このわしが出よう。我が忠義は揺るがぬ。撃つよ。撃つせ。さらば。出会い切れ。生きて再び。逃がさん。出会い切れ。もうダメだ。撃つよ。
タグ。今川家に栄光あれ。ご視聴ありがとうございました。